そっちか、そっちか。それはもう何とも言えん。ダベちゃんこんばんは。これ何の時の写真？これは撮影の時の写真ですね。今のトークポジションで間違ってごめんなさい。ファニコンさん、私のファンクラブでスクラッチを削っていただくと、この写真がたくさんゲットできます。100m ランナーさんこんばんは。もうすぐてっぺんだからなって、昨日1時でも来てたやん。あ、ちゃうっけ、昨日やんな、昨日やんな。白米さんお疲れ様です。元気さんそろそろ寝なきゃって、ちょっと喋っていこうぜ。橋本光さんこんばんは。吉松さんこんばんは。まゆちゃんログインボードスタートナイスです、ありがとうございます。今日は何した、朝から。私、川村さんこんばんは。ね、いいでしょこの写真、いい感じでしょ、おしゃれでしょ、漏れてる、生えてるよな。あ、ずかさん明日仕事なんや、お疲れ様。なんか台風すごくて大丈夫かな、心配だよ ね。台風気をつけましょう皆さん、本当になんか日本全部やばいみたいし、なんかね、今はまだ九州かもしらんけど、九州の方もいたら気をつけましょう。な、5時起き ?5 時起きなの?やだ。早い。吉村さん、おらん。おらおら。風ビュービュー?ちょっと聞いてください、その話も。今日朝の流れから全部言うから。まず朝起きて、で、今日ファスティング、まだファスティングやってんけど、今日もね。だから朝ごはんもお昼ごはんも全部酵素ドリンクで過ごし、で、お昼配信して、まずでメイクするじゃん。でその後に動画撮らんといけんかったやつがあったから、動画撮ってセルフテープ撮って、で、あ、キャスティング用のねやつなんですけど、そうセルフテープ撮って、んで急いでキックボクシング行ってキックしてきて運動して帰ってきて、ズームミーティングして、で今場所言いそうになった。朗読劇のお稽古に行って、で、そこで久しぶりにお粥を口にし、で、帰ってきて、あ、その間にそう、ちょっとお話とかもしたり何やらして、ちょっと遅くなっちゃって、で、帰ってきて、よっしゃーと思って自転車こいだら、めっちゃ雨降ってきて、もうびっくりするぐらい雨降ってきて、え、やばい、めっちゃ雨降ってると思って、でもまあ自転車やし、まあ、歩きよりまあいいかと思って早く帰ろうと思って自転車こいとって、したら前に人が歩いとってさ、で前に人が歩いとったけど、まっすぐ歩かずになんか左にこうなんて言ったらいいのかな、あの交差してきて、多分なんか道路の方に歩いてて、なんか車待ってたんかタクシー乗りたかったんかわかんないんですけど、なんか道路の方に歩いてて、で私まっすぐこう自転車下って行ってたんで、と思って、その左に行きはるから私は右にこう避けていこうと思ったら、ちょっと右にグッて曲がったらめっちゃ雨降ってて、坂道やったからズルって滑って自転車でバーンってこけてその人も大丈夫ですかみたいな、そう、すいもごめんなさいねって言われて、いやいや私も滑ってしまいましてとか言って、で言って起きて帰ってきたっていう。ですぐお風呂入って、寒びっちょびちょやったし痛いし、で台風のニュース見てました。でちょっと一瞬スペイン語の台本やってた。すごいあれやろ、壮大な一日、壮大はちゃめちゃな一日でした。警報出てるよね、やばいですよね。明日も明後日も仕事って。僕も毎日お仕事、保険じゃねえよってよくあることなんだが、どっか出かけるとき台風から逃れるってこと。え、そう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 、吉村さんもね、そうだよね、逃れたよね。あ、揺れた、そう乱気流か。あ、塚さんオーバー、心配させるんでない、怪我とか大丈夫って。あのね、ちょっと足痛い、手はシュッてして、足も多分ちょっとシュッてしたんやけど、足が
売ったんかな、わかんないけど、なんか痛いですね。見た感じ何もないねんけど、なんか痛い。明日はおたんでできてるかもしれない。すねあたりやから痛いんかも。ゆらくんこんばんは。ライブから帰りました。お帰りなさい。そう、ヨーロッパに台風ないですからね、メルクリーさん。そうなんですよ。そうだからもう久しぶりのなんかこのなんかやばい感じでうわーってなってますね。しかも最近台風来てもそれたりとかさ、あんまりこう被らなかったじゃないですか。あんまり大きくなかったりとかさ、そういうのもあってうわーっと思って、大変な一日お疲れ様でした。ありがとう。初見かどうかともかくすぐやみそうと思って、雨宿りなう。あ、なう？私もさ、すぐやむかなと思ったらさ、だん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 強くなってきたから、もうこれは無理やと思って乗った。台風情報見てます。カズさんこんばんは。だるまさん100個ナイス。玉ねぎさんありがとうございます。せーの、だるまさんが転んだ。ありがとうございます。ナイスです。イエイ。じゃんけん大会の決勝で見たことがあるのですが、だって、あ、多分それ私ですね多分それ私です。はい、お久しぶりです。ご存知ですか？夜カオマンガイ食べたらスコールで大変でした。あー、そうなんですか。え、カオマンガイいいな、美味しかった。マルシさんこんばんは。え、何、今年はお菓子でお祝いしよう。2日限定敬老の日ランキングだって。何これ、こんなんやってんの、すごい。スイーツトークで18、19で敬老の日ランキングだって。これランキングあったらどうなんの。あ、100位までランあれやって、 Amazon ギフト券ゲットのチャンスが、だって100位狙おうかな今日も最善でございます。さすがカズさんハートナイス。ヒロシさんこんばんは。チャギベさんこんばんは。あ、始発から運休ですか、新幹線も。いや、そりゃそうだよね。念のためにその方がいいよ。 AKB の武藤友、乃木坂の方かな、そしてあなたを怪文3人組と思っていましたありがとうございます。 SKE にもいたんですよ、今出舞さんが。私はこれ4人しか知らないですね、逆から読んでも一緒の方を。4人だけしか知らない。でもちょっとここでマウントじゃないですよ、マウントじゃないんですけど、言わせていただくと、あの、私7文字で一番長いんです7文字の回文は見たことない。回文名は、えみち祝ってくれる、お祝いしよう、お祝いしよう。あれ、カズさん敬老、ラジオ配信なの今日は。しらともさんお疲れ。今日はバンコクで定番のピンクのカオマンガイに行ったけど美味しかったよ。ピンクのカオマンガイとは気になる。ゆうさんこんばんは。はじめまして、こんにちはです。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日は窓ガラスにテープ貼った。あ、それは本当にあれだ、大事だよ、やった方がいいって言いますもんね。うち結構あのなんかついてるんですけど、屋根とか飛んできてやばいなと思って。似た話、先週の月見イベントに入手する玉ゲフの景品ってあったと思うけど、どうなりました。いただきました、皆さん玉ゲフいただきまして、もう送られてきまして、はい、あのチャージさせていただきました。皆さん本当にありがとうございます。あの今日キックボクシング行ったら、今までずっとなんていうんやろな、これ グローブっていうんですか、ボクシング用のグローブを借りてたんですよ、レンタルしてたんですけど、貸していただいてたんですけど、で中のサポーターみたいなやつだけ購入して、で外のやつは借りてたんやけど、もうそろそろパンチも強くなってきたら痛くなってくるかもしらへんから、新しいの買った方がいいよって、大きめの8オンスぐらいのやつ買った方がいいよっていうことを言っていただいて、で、あ、8オンスとはってなりながらわかりましたって、ならアマゾンとかで売ってるよって言われたから、アマゾンで見ようと思うので、それでそのこの間いただいたアマギフでキックボクシングのパンチのグローブ買おうと思います。ありがとうございます。これであれやから体をね、こうシュッとさせて、
出ていくので、出ていくのでって何皆さんの前に立つので、投資ですよね、頑張る。カズさん初老です。あ、出た出た、初老です。出た、忠之さんのやつや。吉見さん、ピンク色のお店だから中小ピンクの顔漫画。あ、なるほど、顔漫画がピンクってわけじゃないのね。伊佐五郎さん、こんばんは。なかなかのは父親が酔っ払って勢いでつけた名前だしって怒ってましたそうなんですか。でも私の名前もお父さんがちょっと遊びました高谷さん、こんばんは。台風の日は仕事、夜道が心配。そう、台風の日ね、そう、お稽古あるんですけど大丈夫かなって感じ。ひげまちさん、こんばんは。自分の部屋だけ雨戸ないんや。あ、そうなん。でも私今日さ、雨戸あんのにさ、雨戸の中に雲入ってきてたから、どっから入ったんかなと思ってスプレーしたけどさ、だからね、大丈夫やと思うねんけど、雨戸もなんかね、信頼になりませんな。起きてたらお腹空いてきた。そう、今全然お腹空いてない。すごい、でもほんまにファスティング効果すごい。全然お腹空いてない。ちょっと食べるとお腹空くんですけど、止まらなくなるのかもしれないけど、そう、まだ明日は回復食で、まだ好きなご飯食べれないんで、明日はゆったりとした食事をするんですけど、なんかパウチのご飯みたいなやつにするんですけど、明後日からはご飯食べれるんで、納豆ご飯を食べるのが私の楽しみです。キヨちゃん、こんばんは。オンス、グローブの重さだって。多分大きさとか重さなのかな、重さなのかな。正式名称はゴーアンカオマンガイプラトゥーナム。すごい、噛みそう。NHK のチコちゃんに叱られるって番組のスペイン版が作られたらしい。スペインに行こうしたみたい。スペインに行ったら見れるってこと。甘木ふたらなかったら、足らなかったら甘木プレゼントがないかカツさん、二度目の方もいらっしゃい。アミチ、甘木ふで雨戸買って、だって。網戸あれさ、雨戸あれやんな、網戸やんな。あれって甘木ふでアマゾンで売ってんの。まず、たまにさ、音符ないそう。ありがとう。25時間とか量、ありがとうございます。納豆好きなんや。納豆大好きです。重さ、8オンスは何やろ。じゃあ、800g とかかな。そんな重たい？なわけないか。アマドよ。アマド。アミドって言いません？アミド。私のとこアミドって言う。住んでく辛い時だって納豆夕方食べたっていいな。納豆納豆。カズさん、こんばんは。具体的な数字忘れた。なんかあるんですよね、ちょっと分かりにくい計算が。イビサガールのイビサとは行ったことありますか。ないんですよ、実は。スペインでイビサに行きたいって言うと、えっ、イビサ言われます。えって、イビサは行ったあかんよみたいな感じ。なんかもうめちゃくちゃパーリーパーリーのところでやばいらしい。そう、だからイビサはちょっとスペイン人からしておすすめできひんなーって言われるHKT2 期生10周年でイベントでしたのに、 NMB3 期生いつやるので。やりたいですよね。もう終わりやん今年。網戸と雨戸は別物やろ。え、見た感じも違う、見た目も違う。網戸と雨戸で、私のやつ網戸かも。雨戸ってどんなん。え、 228g。 どこからそうなったん、計算気になる。カズさん、ファンレベアップナイス。最終50回で鈴木さん、最終ありがとうございます。大好きです。いつまで生きられるか、君が不安になるたびに強がるんだ。玉ねぎさん、ハートナイスです。ありがとうございます。お父ちゃんがいないの、2期生。玉ねぎさん、ハート100個ありがとう、ナイスです。いろいろ整ったので明日マンション買ってくる。強いな、その発言。いつかそういうの言ってみたいな。いろいろ整ったから明日マンション買ってくるわって言ってみたい。1オンスは 28.35g。 すごいな、中途半端。
中途半端、いいちゃんっていうの？中途半端な重さだな。そうでも私は8オンスのやつを買うわ。なぜかいいちゃんがいない。どういうこと？バンテージ、そう、サポーターみたいなやつする。可能侵入を防ぐ網状の戸が網戸、ガラス窓の外にある木の戸が雨戸。木の戸？あ、じゃあないわ、雨戸。じゃあ、雨戸はないです。雨戸は見たこともないかもしれない。木の戸。トラマキさん、こんばんは。ヤードポンド法が一般的なヨーロッパでは結構迷うって。もう何言ってるかも分かんないです。ひらゆきさん、こんばんは。先週オフ会の思考としてエミツのバレーボールのアタックをレシーブするってあげたけど、ヘッドギアしてパンチ受けるの第二弾であげておきます。やだー。エミカはひたすら人を攻撃するの？来たい人いる？あ、まだ知らんの。え、まだ知らんかもしれん。これやでって見せてほしい。台風の前に今日ツーリング行っていちごパフェ食べてきた。なんて幸せなことしてるんだい。いいなぁ、うらやま。ひみちごめん、そろそろ本当に行け。明日も用意しちゃう。ありがとう、来てくれてありがとう。元気さん、おやすみ。明日も良い一日よ。道具ポート完売よかったことね。え、白玉さん本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみ、本当楽しみ。ありがとうございます。いっぱい喋ろう。楽しみ。雨戸わかんない、珍しい。網戸やと思ってた、私が知ってる雨戸は。どんなやつや。今ラウンド1でビリヤード中。え、すごい。ナウでお友達とですか。楽しそう。ビリヤードはオーストラリアでした。初ビリヤードはオーストラリアですね。ツインズワインレッドフォン革製とは何それ、何それ、何それ。吉かなさん、こんばんは。 NASA もメートルとヤードを間違えて入力して火星探査機を行方不明にしました。あ、なんだって。 NASA 頑張って。ややこしいですよね、それに。確かにね。でもね、 HKT2 期生は紅白デビュー日に姿を現していました。あ、玉ねぎさんが言ってたってことか、最初から。電車次第で甲子園観戦してくる。え、押すと？イミソはビーチで全裸も当たり前みたいですね。あ、ビーチで全裸は、あの、普通のイビサじゃなくてもスペインはありますね。バルセロナの方かな、は、あの、ヌーデストビーチはあります。スペインのことならもう5年目なのでいろいろ聞いてくださいね。私は行ったことないけど、そう、あるみたいですよ。ヌーデストビーチは普通に、普通に行ってて、人は、人は、私は行ってないけど。で、なんて言ったらいいんやろうな、なんかバドミントンみたいな裸でしてるらしい。おもろくない？楽しそう。絶対見えへんところにあるねんた。ググってな、説明めんどい。分かった、ググるかな。私、友達と0勝8敗。めっちゃ負けるやん。白玉さん、25日楽しみやね。楽しみー。21日も楽しみ。今日もあの朗読劇のお稽古してきましたので楽しみです。めちゃくちゃいい感じです。では二日酔いなので寝ます。あ、二日酔いなの。二日酔いなの。ひろしさん、おやすみんご。おやすみー。
いい夢見てね。ヤードポンド法を使う国は滅びない。すごいすごいことを言ったビビさんが。そしてこの間卒業公演行ってエムチと同様10年応援して旅立ちました。あ、そうなんですね。玉ねぎさんまだ活動は続けてはる？もう闘牛では牛は、あ、殺さないかな、これひょっとしてお星様闘牛士が牛の耳を強めますか。ですね、まずスペインで闘牛はまず禁止ですね。今ね、禁止の地方の方が多いです。闘牛をしている地方は本当にちょっとだけあるぐらいかなっていう感じなのかな。正直私も見たこともないし、見に行こうっていう人もいないし、闘牛行きたいな、見に行きたいなんて言ったらエミかってなるぐらいです。動物愛護団体がもうダメだと言っているんですね、多分ね。そうだから一回多分乃木坂の番組なのかな、乃木坂の方が確かスペインに来て、で闘牛やったみたいな多分感じで見に行ってたのかな、わかんないんですけど、まあ日本からしたらこうスペインって言ったら闘牛フラメンコってイメージなんで、ただでもスペインはもう闘牛っていうのはもう本当にダメってなってるので、それを知らない日本人がこうイエーイみたいになってるのを見てすごい叩かれてたっていう残念なあれを見ましたね。かわいそう。やっぱ現地の情報は現地に行かんとあんま分かんないんやろうなと思って。2度目のビリヤード、友達は何十回もしてる、勝てるわけない。手加減していただいてください。評価の高かった闘牛士が耳をもらえ、最高の評価は尻尾をもらうことして。なるほど、そうなんだね。へえ、もうね、そう今は全く見ないししないので知らないな。スペイン闘牛禁止なんて衝撃。そう、闘牛禁止なんですよ。そうそうそう、もうね絶対嫌だって人ばっかりですね。今はダンスの振付師になって、この間アイドルグループの振付師ニュースになっておりました。え、このみちゃんじゃん。このみちゃんじゃん。ファンプローナの牛追い祭りも有名ですが、今は、ですね、そう、牛追い祭りはまだやってますね。ただでも牛追い祭りもあんまりいいイメージはなくて、テレビでやってたりするのをスペイン人はほんまアホやな言うて見てました。そうだから、スペイン人がもうアホやと思うぐらいの祭りなんですよね、きっとね。多分、あとでもコロナで多分ちょっとお休みにはなってたよねって感じですかね。多分だからあれなのかな、本当にたまにやっぱね、海外から見てもだんじりとかでね、こう人が亡くなるとかっていうのを見るとやっぱりどういうことや日本はって思われるかもしれないんですけど、そういうなんかちょっとクレイジーなお祭りはやっぱどこにでもあるのかな、わかんないけど、いやね、安全になんかね、動物に優しくいてほしいんですよね、本当に。ちょっとはやっぱ伝統として残ってんのかな。でもよからん、この流れやったらでもひょっとしたらなくなるかもしれないですね。好み、そうね、好みと同じ好みか知らんって。ドラえもんとスペインのキャラクターが闘牛してましたよねって。あ、え、わかんない、それわかんないかも。トラマキさん、私、翔さんこんばんは。トマト祭りはありますね。トマト祭りあるし、でもそれも地域が違うので、私はよくイッテ Q とかで見る人間の塔、でっかい組体操みたいなやつですね。人間の塔が盛んな地域に住んでるので、普段はなので、そこがあれです。え、何言ってんのや、ちょっとわからなくなった。あ、そう、トマト祭りとかの地域じゃないから行ったことないんですけど、トマト祭りもすごい行ってみたいなっていうのは思うんですけど、それもスペイン人に聞くと、そこに行くとやっぱりわっちゃーってなるんで、すごい端っことかで犯罪が起こるんだって。そう、だから女の子が一人で行くのは絶対危ないよって言われていけん。ブニョールのトマト祭りに、あ、宮川さん参加した時は車が最初にばらまきすぎてトマトが届かずに終わった。計算ミス。そう、日本は危ない祭りなんかありますよね。
ドラえもんの世代じゃなかった。ドラえもんそうかな、エルマタドーラ、あもうそのままやん、そのままエルマタドーラ、スペイン語じゃん。実質亀井大夢が卒業ライブ見始めました。シューちゃん卒業ライブシューちゃん卒業ライブは実質亀井大夢がもうラストライブ。タラバキさん、メルクリーさん、それですって。すごい、わかんないな、見てたのかもしれないけど覚えてないや。中国の大ドラ、見てたんかな私。まあでもイメージはね、スペインのイメージは闘牛っていうのはすごいあるのはあるから、なんかお土産コーナーとか行ってもやっぱ闘牛の絵を描いてるさ、なんかやつとか売ってたりするんで、結構イメージはやっぱもうねあるのはあるねんけど、実際はやってないって感じですね。日本に忍者がいないのと一緒かな多分。まあ忍者は禁止されてるわけじゃないけど、そういうことなんじゃないかな。ライブするの？ライブしないよ、しないけど、フランスでは、フランスで今度イベントに出るんですけど、10月21、やばい日付に追われてる私、ちょっと何日か分からへんかった。15日の次の週の土日ですね。フランスのモンペリエっていうところでイベントに出るんですけど、そこではちょっと歌ったり踊ったりするかも。世界中のドラえもんが集まるんですよ、テレカで。テレカで強っ。オードラの声は東原めぐみさん、まあ、違う、東ジェネギー、林原めぐみさん。何を訳してはることやろ、いつも。メガの水曜声のデータがなぜか消えてしまう。どっかに消えちゃって大騒ぎです。消えちゃったの？残してたのに？白玉さんが持ってるよ。今の社会で忍者がいたら不法侵入で捕まりそう。でもあれじゃない？スパイみたいな感じで雇われるんじゃない？多分、忍者も。ドラえもんのロボット、学校時代の親友がドラえもんズ。あ、ロボット学校時代、そうなんや、へえ、すげえ、なるほどね。フランスのイベント YouTube で裏側お願いします。お、撮ろうっと、撮ろう、撮れるかな、撮ろう。皆さんピッチャーのフォームやってますよ。やだ言わないで、はずいはずいあ、灰原さんの声なんや、へえ、好き。綾波レイさんもやばい、知らなかったら毎日送られそう。私さ本当に声優さん疎くて。そうなんですよ、なんて言ったらアニメ見てたらこの方とこの声とあの声一緒やみたいなのは分かるんですけど、名前を言ってくださいって言われたら多分言えない自信しかなくて、そうあんまりアニメ好きやったタイプではなかったから、声優さんにはハマってなかったんですよね。そう、最近やっぱり声優さんもなんかね、こうもっと顔を出して歌ったり踊ったりする方もやっぱ増えてきたじゃないですか。そうとか声優さんがこうやっぱスポットライトを浴びてきて、こうただの声だけじゃないじゃないですか、やっぱ今って。そういうのでちょこちょこ見かけて知ることはあるんですけど、それでもやっぱり疎いですよね。引っ越しの前まで見てたからしまってあるはず。あ、そうなんや、見つけよう。子供の頃にはあと200円と言われていたサグラダファミリアの完成の目処が立ったことに驚いた。メルクリーさん190歳ぐらいですか190歳ぐらいですか。ちなみに、サグラダファミリアは、2023年ぐらいに確か出来上がるっていうのをもともと言われてたんですけど、コロナで延長しましてね、また分からなくなりましたね。忍者あの格好じゃすぐ職質されて、手裏剣が刃物扱いにあってすぐ気がついて捕まるに違いない強い。なんかあれやな、 FBI とかにこう雇われたら強いんかもしれないですね。里
業行為のデータなどはありますのでご連絡いただければ皆様って、白玉さんがすごいこと言ってるあの公園見ると今でも泣きそうになるって。いい公園でした。嬉しい、そう言っていただけるのは本当に。いや、20世紀まではあと100年とか200年とか言われてたんですよ。あ、そうなんですね。最近になってコンピューターの技術が発達して目処が立ったんです。なるほど、そういうことか。最近はサグラダファミリアの上から2番目ぐらいの方が日本人の方で、多分唇切れたかも。そう、2番目ぐらいの方、日本人の方で、多分もうスペイン人だけやったら時間通りに早く進まんか、日本人を雇ったんじゃないかと現地では言われております。その頃押してないって。何劇場からホテルが遠かったのを覚えているな。そうなんや。私もサグラダファミリアは完成しないと思ってました、まだ世代でもね、逆にね、私今思ってるのは、完成してない、クレーンとかが横にあるあのサグラダファミリアを生で見とくっていうのは逆にレアやと思うんですよ。だって完成してしまったらもう完成したっきりじゃないですか。だから完成してから、こう完成してない時に、建築中の時に私は見たんやでって言えるのはすごくないと思って。あともう数年で一応完成するって言われてるからさ。あ、でもあれなんですよ、あ、小さい頃に読んだ本で100年経ってまだ未完成だと何百円かかるかが出てて、そうなんや。ほんまに途方に暮れてたんかもしれないですね。もう計画さえ立てるのも嫌やったかな。でも今はもうちょっと本当に完成するんですね。もう上にお星様とかもついたりとかして、すごいだん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 出来上がってきているんですよ、本当に。けど本当に完成をするには、サグラダファミリア付近のお家を取り壊さないといけないらしくて、そういうのの問題があるみたいなんで、どうなるんやろって感じです。本当はね、設計図的にはそう、今お家が建ってるところも全部サグラダファミリアの敷地みたいな感じで使われるはずやったから、取り壊さんといけんねんて。ぼーっとしてたら道を間違えたからなんだけど、あ、それはダメだな迷子じゃん。そうそう、建築中の見たことあるレアになるじゃないですか。そうなんですよ。短期好きにはこのライブ楽しすぎるってで、わかる、私も楽しかったもん、やってて。あ、データ希望、白玉さんって、とかさんからオーダー入りました、白玉さん私一応もうサグラダファミリアもう何回も入ってて、もはやなんかガイドさんできるぐらいになってます。でもガイドするってなると、こう観光ガイド検定みたいな資格取って申請してみたいなしないとあかんから、そうなんでダメなんですけど、できないんだけど、物理的に。でもほぼ友達とか来たらもうベラベラ説明できるぐらいにはなりましたね。敷地先買っとかなって、そう、ちょっと大変そうです。だから、えみちー、はい、どこにしまったんや。自転車道大丈夫そう。そう、自転車でこけて、今日滑ってこけてめっちゃ痛い足。別になんか折れたりとかはしてへんけどさ、多分明日青タンにはなってるやろうなって感じ。なんか不思議な内身感。これじゃあキックボクシングいけないよ。ジョナさん、こんばんは。今日は大変な一日でした。自転車は大丈夫。自転車は元気。
ちょっとキュッキュッキュッって言ったけど、それは雨やからだ。あ、湿布貼っといたらいいんかな、こう内見って。え、なんか湿布もさ、温めるか冷やすかみたいなあるじゃないですか。どうしたらいいんやろ。自転車は大丈夫、手ついたから。で、その目の前にいたおじさんが、あの何、道をちょっと方向転換しはったからこけたんですけど、私、おじさんが起こしてくれはったんで、そう、大丈夫やったんやけど。ほんまに雨の日の坂道は怖すぎる。しかもあんな雨はやばいよマジで。あ、ロキソニンテープあるよ家に。明日ほんまに痛かったら貼る。でも多分大丈夫。あ、2026年完成予定でした。あれ、今何年。あ、いや、今は2022年走ってるけど、今何年完成予定。エミカより自転車を心配するおし、おいおい、夜寝るとき貼って朝剥がすのがいい。ロキソニンテープはもう24時間効くんで、24時間貼っててくださいって病院の人言った、この間。今だね。ちゃ、これ日本語の問題の間違いですね。今は2022年ですね。今何年に完成するって言われてるんやろと思って。あ、今インスタの通知が来て思い出したんですけど、今日インスタをアップしまして、今スターフライヤーさんで公開中のドラマ AI 視聴のPR 動画っていうんですか、広告動画っていうんですかが公開されてるんですけど、それを載せてるので、もしよかったら見てください。ドラマまだ見れない方もたくさんいると思うんですけども、ちょっとそういうの見てね、飛行機乗れない方はそういうの見ていただけたら、なんとなくイメージつかめるかなみたいな。私の無知な知人はサグラダファミリア行った時に修復工事をしてるのかと思ったそうです。そうなんですね。でも確かに思いますよね。あれ写真撮ったらめっちゃ邪魔ですもんよ、このクレーン。何年間すれば信用してない。まあ確かに。24時間効くかな。膝張った18時くらいでここ終わってそう。なんか24時間効くんだよって薬局の人言ってたよ、一応。鉄腕アトムなんか2003年にはできてるはずだったね。やばいな、もう21年前ですけど。え、21年前、ちゃうな、10、え、やばい、計算できんけど、19年前や。でもコロナで奇跡が起こらない限り予定通りには間に合わないって。あ、そういうことか。そう、多分もっと延長されました。もちろん完成してないこともガウディのことも全く知りませんでした。でも私も正直行くまではあれでしたよ、あのね、全然知らなかったです。私も行くまでは全然知らなかった。行ってやっといろいろと詳しくなって、なんか頭いい風に喋れるようになったけど、サグラダファミリアなんですけど、サグラダファミリアと思ってたもん最初は。桜かーと思ってたもん。梅田北エリアみたいな大阪市内の工事かと思えば、いつまでも工事。頑張って。バックトゥザフューチャーは、あ、フューチャー2は2015年で車が揃うとんだ。予防。あ、待って、今日さテレビでさやってたコンタクトの中になんか画面みたいなのがあって、なんかいろいろ歩数とかなんか見れるコンタクトみたいなできたらしい。なんかやってたテレビで。未来じゃないですか、なんか、うん、ね、あのスパイ映画みたいな。日本では特にリニアモーターカーが走ってるはずだったのにって。意外とそこまではいかなかった。2003年は19年前ですね。サグラダファミリア、サグラダですね。桜さん誰って思ってました。サ
最初は桜田だと思ってましたよね、私もね。頭いい風にそう喋ってるけど、桜田なんですよね。そう、桜なんですよ。楽しい。スペインのことならわかる。創業者自らテストしてるってやつ。あ、それか。桜田さんの家族やな。とんだ勘違い。プラザ美術館にいる裸の魔法を人名だと思っていた。え、何ですか。何？日本人が働いているサグラダファミリアかな、フグタンさん。そうですよ。あの塔の上の方にフルーツがあるんですけど、そう、フルーツがあるんやけど、あのフルーツは日本人がやったって言ってた。超便利そうですよね。みたい。あ、マハは粋な女を示す言葉でした。そういうことか。スペイン語ですよね。モデルが誰なのか未だに謎ですか。映画のせいでティファニーはレストランと申した。あ、そっか。確かにそうなるか。サグラダファミリアって聞かれもサグラダさん違う、どうしたって。確かに。やばいね。裸の魔法は世界初のヘアヌード作品で、それまでは神様の裸しか描かれなかった。あ、そうなんだ。すごい日本語のやなって。確かに確かに。いや、楽しいですね。そう、一応まあ10月になったらスペインに戻っているので、スペインでまた配信しようかな。でも今回もスペインそんな長くないんですよね。スペインの画家で19世紀を代表するのがゴヤ、20世紀がピカソ。ねえ、なるほど、そういう感じなんですね。メルクリーさんすごい詳しい。またスペイン戻るんですね。そうなんですよ。10月はスペインにいて、で11月は、日本に戻ってきます。なのでゴーヤ言うと思った、言うと思ったよ。トシベビースターマン、サッカーパワー、ショールームの観覧できる国スペインなかったの、最初にできるの。え、見れるよ、スペインからもショールーム。で、僕には芸術は知らんし興味もないって。この前規定変わったようだって。え、どういうこと。スペインから見れんくなったん。この前っていつ。私の友達スペインから見てくれてたねんけど。いつ変わった。ちぬ太郎さん、フォローありがとうございます。ピカソはボケ損なった。どうボケたかったん。通知来てない。見てない。いつ。海外から見れる国が変わりましたって。じゃあワンチャン配信できんくなってるんかもしらん。 SMS の登録できなくなっただけじゃないって。え、わからないんだが。どういうことや。スペインで見られへんかったらスペインで配信もできんよね。だってわからない。電話番号とか登録してなかったかな、見れへんかったみたいな感じかな。誰も知らんやん。配信ないの寂しいって。そうなったらまあミクチャして。ショールームあかんかったらミクチャするかな。
さかですね、配信できないとか向こう行って気づくみたいな、え、なんかガチイベとかできやんかったらさ、ね、大変。でこの間だって私8月行った時さできた、8月はスペインから配信できました。ネットつながったら見れるやろ知らんけど、でも逆にそう、あのね、海外にいてヤフーは見られへんくなってたからあるかも、ひょっとしたら規約みたいな方、ほんまにノーってこうね、サーバーが拒否したら見れんかもしれん。古畑任三郎で覚えた唯一いるスペイン語はケロス・ハポネセ・セバヤン・アハポン、日本人が日本に行っちゃうよみたいな、あ、日本人は日本へ帰れ、命令形なのか、へえ、そのままそのまま言っちゃうんや、毎日配信切れてもほんまや、え、どうしよう、制限対象の国からの主張でも当社が制限対象の国からの主張と判断した場合制限の対象になります。どういうこと、8月25日に通知来てる、え、じゃあひょっとしたらスペインから配信できん、日本人を批判するセリフです。ただしドラマの舞台になったのは南米の架空の国でした。へえ、そんなシーンがあったんや。ひかるくんさんこんばんは。どうしよう、ワンちゃん、じゃあさあれだね、ショールーム配信できない、聞いてみようかな、制限対象の国からも制限対象になりますって。そうだから、制限対象の国からでもこう、なんて言ったらいいの、こうショールーム社が判断これはあかんわって判断した場合は制限されるってことやろ、とかよく分からへん。スペインのご友人に確認してもらいましょうって、え、これ見れるか見てって言ってみようか。制限対象外の国スペインがないの、主張がダメってアプリにアクセスもよくないって、なんで主張できないの、制限対象でない国からの主張でも、ん、それどんな通知、あのさ、スクショしてさ、スクショしてさ、ツイッターかどっか貼っててもらっていい明日すアレスタド、あなたを逮捕します。覚える単語が絶対使わん単語ばっか今度はいつからスペインって、10月から1ヶ月ぐらいだけ行きます、エミチーズの方に送るわって。エミチーズってどっちや、どれどれ、ファンルーム、あ、影ついてる方、そういうことね、オキオキ、裏垢ね。最新目完了、おかえりありがとう、何配信できないのって、なんかスペインから配信できない可能性があるらしい、制限対象でない国でもなら日本でも一緒ちゃうんって。あ、そう、日本にいてもだから多分会社がなんか、会社っていうか多分アプリ的になんかがあかんってこう判断してしまった場合は、制限対象の国にいない、ん、制限対象の国にいないってことになっちゃうってことじゃない、多分
か GPS の問題で多分ちゃうってなったら制限かけられちゃうんじゃない？説明の日本語おかしいんだけど。視聴対象外の国からアプリにアクセスしたらあかんかったら制限かけられるかもしれないって。ちょっと聞いてみるんで、そのページスクショ送ってください。日本のアプリと思えないくらい日本語変やなって。はあ、えみち癒される。トーマくん癒されて癒されてって。まあね、ちょっと確かめてみますね。私そんなんのいろんな国に行くのにさ、どこが逆に行けた？例えばイギリスとかアメリカなら行ける？多分 GPS 機能みたいなのも多分ついてるんちゃう、このやんちくらさね。なんとかしてほしいですね。どういうこと？8月の頭はね、ポーランドでも配信できたんよ私。下手って言ったらあかんからやな、きっと。下手は言ったらあかんねや、人に。覚えとこう、記事用語覚えとこう。ある部屋の入り口に部外者以外立ち入り禁止しますって書いてあったな部外者だけ入っていいってこと関係者以外じゃないや、混ざったんやろうな多分。関係者以外の立ち入り禁止ってこう書きたかったのに、部外者の立ち入りは禁止っていうのと頭が混ざって変なこと打ったんやな。視聴対象外、対象外、対象、視聴していい国ってことかな、これ。日本、韓国、インドネシア、アメリカ、台湾、タイ、香港、イタリア、フィリピン。すごい微妙なとこだね。南米もあかんし、スペインもあかんし、イギリスもあかんし、オーストラリアもあかんで。あ、増えた。シンガポール、マレーシア、ベトナム、カナダ。誰が入るねんって好きな野球選手いる？野球選手わかんない。大谷さんしかわからん今。視聴制限対象外か。なんだって？視聴だけでってこと？まあ視聴なんで、いや、頼みたいですね。海外から発信してる人結構いるのにねってね。海外からも見れるっていうのがあれやんないけど、いいポイントやったのに。おいおい、ショールームさん、問題なく配信できるだろう。できるかな。ヨーロッパでイタリアだけ行けるなんだよショールームさん、イタリア行くよってあったんかな。スペインに行く前に確認しておいた方がいいから、視聴制限かけられるの配信はって。そうね、少し送ってください。どうにかなりますように。心配いらん、つうかさん。配信できたらいいな。なんだ、食べるのとなんだ。もう送ってる、少し。 ありがとう、後で見るわ。たくやさんいらっしゃい、いらっしゃい。確認、聞いてみるわ。今のヨーロッパは高速道路が発達しているから便利ですよね高速道路か、あ、高速鉄道だ。高速道路じゃなかった、間違った。高速鉄道ですね。そう、鉄道でいろいろ行けるもんね。中国は Google 使えないし、 LINE も。確かに中国は、ま、あれだね、また別。日本も中国みたいになろうとしてる？あかんかったらミクチャしよう。そうだそうだ、そうしよう。うん、毎日配信は途切れちゃうけど、
でもその間にさ、例えばさガジブとか挟んでたりとかしてたらやばかったからさ。デンマークも橋島に橋がかかった。昔は船に列車乗せて運んでた。やばー、それはやばい。毎日配信途切れたら私もへこみますね。私もへこんじゃう。こんだけ頑張ったのにさ、せめて365日は見たいんだけど。そういえば免許取りに行くのはいつ？一回スペインに戻ってみんとわからんのよね。そう、スペインに戻ってテストすぐ受けられるんであれば、あの筆記のテストは受けたいなと思ってるけど、受けたかてその後車の練習のあれに行ってそれをまた受けてってなるのは多分3週間じゃ無理やから、そう、取れるのマジでいつになるかって感じなのよね。スペインに長いこと行けへんからさ今。もやもや。配信できたらいいけど何かしら制限かけるって言え。そう、ほんとやだ、ほんとやだなんだけど、ね、とりあえず聞いてみるわ。困った困った。フランスが TGV、 あ、スペインがアベ、オランダがベルギーがタリス。すごい、メルクリスよく知ってますね。運転の知識より言葉の知識が必要になるテスト、それなのよ本当に。まだあれやな、あのちょっと覚えてるかな、勉強もう一回しなあかんね。今それよりちょっと覚えなあかんことがたくさんあるので、ちょっと一回お休みしてる勉強。どうしてからなんでできんのよりマシやんって。うん、だ聞いてみるな。金城さん、伊藤さん、いらっしゃい。高速鉄道は日本、フランス、ドイツが世界三大だって。あ、そうなんや。電車好きなんですね、メルクリーさん、ひょっとして。ね。日本語の免許、運転免許試験の問題、トラップだらけ。スペインもよ。ユキさん、ユキ初見です。初見？初見さんいらっしゃい。ドイツ以外は全部フランス車両の。そうなんや。スペインは全部ね遅刻してくるからね、電車電車遅刻してきますので。さすがスペインですよ。普通の人は引っかからないトラップで。あ、そうなん？引っかからんトラップ。日本人で日本語で免許取るのもややこしいのに。そう、ほんまに。だからさ、スペインのさスペインでさ免許取るのにさ、母語じゃない言語のトラップかけられたらもう終わりなんよ。松井玲奈さんとは話が合いそうなマニアでしたって。すごい、日本語版高速道路の呼び方とか罠やで。だってスペインもなんか3個ぐらいなんか英語で言ってた。誰が初見やねんって突っ込んでる。韓国の高速鉄道はフランスの車両、台湾の新幹線は日本の車両。すごーすごーい。わいがやねん。ユッキー初見ちゃうわ、バチついてるやんか。あ、1時間経過しました。おー、1時間経過しました。なんでやねん、なんでもやねん、仲良しか。仲良し。ならしょうがない。あ、諦めた。なんやねん。英語の方がトラップ少なそう。偏見。英語もトラップめっちゃありました。てかまあ母語じゃないからかもしらんけど、めっちゃトラップあった。もう1時になるやん、おやすみなさいって。1時になった配信終わるね。おやすみじんじさん。なから始まるツッコミ、なんでやねん。俺の勝ち、おいらも寝るです。ぬかさん結局起きてくれてた、優しい。うん、ネイティブならわかるような言い回しをそうって。いやでもね、引っ掛けも全然ありましたよ。うん、ややこしかった。めっちゃスペイン人も言ってた。そう、引
っかけが多いからなって。3時までやってくれてもいいわよ、だって3時まではやりません、寝させて、負けへんで、早お風呂入らないかん。私もうな、雨でびしょびしょになって帰ってきてお風呂入った。仕事行きたくないな。明日私はちょっともうなんかもうやばいやばい、大変なことがあるので明日頑張ります。あ、つーちゃんも配信してるんやん。日本語の試験、日本語ネイティブである意味トラップやもんなって。多分全部やと思う、多分どこの国の免許も、そうそうそう、どこの国の免許も引っ掛けやと思います、多分。っていうの、滝野恵美子さんも徹子さん鉄道が好きってこと。5時起き、6時半現場。お、塚さんは何時までお仕事。そうした大変なの、頑張る。できる私ならできるわ。あ、バイトありがとう、ファイトスタップナイス、ありがとうございます。大好きです、鉄道好きが、あ、そう、鉄道好きで鉄道の仕事もらえる、すごい。自動にまぶたが閉じてきます。エレベーターみたいな。ドアが閉まります。雨が止む気配がないので雨宿り着上げて濡れながら帰宅中。1時間雨宿りのお手伝いはできましたでしょうか。こけないように気をつけて帰ってください。あ、2時上がりの予定。もう2時に上がったらすぐ昼寝しよう、つかさん。仕事頑張ってくださいね。私も頑張るね。台風がね、結構やばいので皆さん気をつけてください。私も気をつけたいと思います。はい、みんなで気をつけような。あさってくらいまだ雨続きそうってね。嫌すぎるわ。朗読劇は21日なのでね、皆さんぜひぜひいらしてくださいね。もう一回だけじゃあここで告知しておきますね。9月21日は大阪の大阪市立芸術創造館というところで朗読劇があります。はい、朗読劇ぜひぜひ皆さん来ていただけたらなと思うんですけれども、私、鳥の名前の少年という朗読劇なんやけども、今日もお稽古してきまして、結構いい感じに仕上がっているなって私も思うし、私歌うのでよかったら皆様駆けつけてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、前売りやとねちょっとお安く買えるので、ぜひぜひいらっしゃい、来てください。あー、タンツイート待機しとこうやって。やだ、いや21号で晴れてほしい、ほんと。台風来る前に稲刈りが忙しそう。なるほど、念のためにね。ひえ、食堂を食べるなと言ってたことに驚き、ゴミで散らかってるのが、あ、肺炎の証拠なのも驚いた。なるほど、たぶん私食堂なんかな、私居酒屋を食べるなって言ってるのを知ってるけど、食堂っていうのは分かんないんですけど、居酒屋みたいなのが食べるなって言ってた。そうで、ゴミで散らかっているのがっていうのも実際見たことはないけど聞いたことはあるかも。あ、ヤンチャクルさんが住所書いてくれてる。歌うの、シンギングするの、シングシングトゥーシングです。そう、食べるの、居酒屋、あとは倉庫はありません。倉庫はありませんです。面白いなと思って。あと、ちょうだいはダメ。おもろくない？全然違くない？難波から現場行くの調べとこう。ぜひぜひ、そう、皆さんもよかったらお友達とかも連れてね、来てくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、あ、メレクリさん、ぜひぜひまた来てください。いっぱいお話ししましょう。ぜひぜひです、皆様。アイドル好きでしょ？お、ぴったりじゃん。アイドルも卒業してるけど、
スペインの話もよかったらねできるのでね、ぜひぜひいらしてください。私地理とか歴史はね実は弱いんですけども、まあ、スペインにいるとね嫌でも知ることがあるので、なんか面白い話できるかも。乗り換え案内中乗り換え案内検索中かな。というわけで、じゃあ本日の配信も終わりたいと思います。ランキング読んで終わります。それではランキング読みたいと思います。いきます。13位なべちゃん、12位たけさん、11位たまきずしおさん、10位ゆき、9位よしむさん、8位ひかるくん、7位ともちさん、6位ビリーさん、5位ビビ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 オロゲンさん、4位かしもちみつぞうさん、3位ずかさん、2位たかさん、そして1位はたまねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。早い、今来た、今終わるんわ、今終わるんやわ、白熊さん今終わっちゃうんだわ、なな、な、初見でした初見でした、新しいな。ありがとうございました。皆さん楽しかったです。そしたらまた明日も、よかったら駆けつけてください。よろしくです。ほんならね、みんなおやすみなさい。またね、ありがとうございました。お付き合いセンキューでした。じゃあね、ありがとう、明日も頑張ります。おやすみ。バイチャー。